皆さんこんばんは、 MK です。カービィバトルデラックスパート8やっていきましょう。前回リーグアップ戦に勝利してシルバーリーグに挑戦できるようになったということで、今回は早速そちら進めていくんですけども、まだブロンズリーグ1ミッションだけやっていないものがあるので、先にそちら終わらせちゃいましょうか。果たして最後のミッションは何なのか気になるという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ナンバー8ですね。飛んでけ勝った宇宙の彼方にということで、使える能力はカッターだけ。なるほど。そしてチーム戦か。ってことはバンダナワドルディもカッターを使うということなんでしょうか。今までパラソルしか見たことがありませんでしたが、違うな、相手がスピアだったりもするということは MK さんだけがカッター縛りなのか、どういうこと私だけ縛りプレイを押し付けられているんですけども、まあまあまあ我慢してやっていきましょうか。なんだかこの飛んでけ勝った宇宙の彼方にというサブタイトルはカービィっぽいですよね。まあそんなことはいいとして頑張っていきましょうか。ゲームスタート。まずは相手を牽制しておきまして、エネルギーちゃちゃっと入れていきましょう。いいぞいいぞいいぞ。うわ、ここめちゃくちゃエネルギー溜まってる。はい、投げる投げる投げる。で、ロケットは最終的にこれチーム戦だと合体するから、うわ奪われた。どっちかに固めて入れちゃっても大丈夫だと思いますので、そこはあれですね、上のやつが溜まってないみたいなことは気にせずやっていきましょうか。近い方に入れますよ。はい、ここしっかり溜め攻撃していきまして、これさ、そっちに投げちゃおうぜ。よし、オッケー。で、5をしっかり入れていく。素晴らしいんじゃない。で、スピアを攻撃。いいぞ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 。相手のロケット全然エネルギー溜まってないでしょこれ。はい、で、ここに爆弾投げとく。ちょ待って、あれ投げ返されないように気付けよ。なんならもう敵も巻き込んでくださいという感じでございますけど、あー、さすがにか、巻き込みはしてくれませんでしたが、待って、最後これちょっと危ないから遠くに投げて乗り込んでいきましょう。これ乗り込まないと、今まで溜めたエネルギーがパーになっちゃいますからね。はい、バンダナワドルディと協力してどこまで飛べるかでございますが、相手全然飛べないと思うよこれ。正直溜まってなかったよね。はい、合体して、飛行距離ゼロ、そんなことがありえるの。一つも入ってなかった、もしかしてエネルギー。そんなわけないよね。なんかゼロの範囲があるということなんだと思いますが、はい、カービィたちはまだまだ行きます。あ、なんか飛んでたぞ今。あ、なんか飛んでるよくわかんないのが飛んでたよ。うわ、初めてこんなとこまで来た。うわ、紫色の宇宙になってきましたが、48マックスでどこまで行くんだろうね、気になるということで、相手が5しか入ってなかったのエネルギー5しか入ってないとゼロ距離になるらしいです。はい、ドンマイということで最終リザルトいきましょう。まあまあまあ勝ってるんですけどね。合計バトルポイント50で勝利することができました。これでブロンズリーグも終わりでございます。シルバーリーグだよな問題は。そう、ブロンズリーグで1回負けてるからさ、ちょっとシルバーリーグは負けずに行きたいけど、まあ、ブロンズで負けたってことはシルバーでも負けるわな、普通に考えたら。よし、じゃあワドルドゥさんやらせてくださいでありますよ。リーグバトル受付であります。リーグバトルを選ぶであります。シルバーリーグのナンバー1、出撃ロボボンカース、初めてのルールでございます。まだまだあるんですね、やってないやつ。第一戦がロボを倒せ与えたダメージで勝負と。よし、じゃあバトル説明見ていきましょうか。ロボボンカースを倒す。ロボボンカースに与えた、ダメージ量で勝負。ロボボンカースって言いづらいな。まあ、ロボボプラネットとロボとボンカースがかかってる感じだと思いますが、ミサイルでダメージ、ミサイルを大砲に入れてロボボンカースに発射、ダメージを与えろと。これが結構大ダメージになるのかな。ミサイルを大砲に入れる。そしてダウンしたらチャンス。ロボボンカースがダウンしたら直接攻撃のチャンス、大ダメージを狙えということで。なるほど、ダウンしないと直接攻撃は与えられないんですね。うわ、それは聞いといてよかった。ってことは基本的にロケットで攻撃しまくって、で体力減ってってダウンしたら直接叩きに行って、で最終的に与えたダメージ量で勝負ね。これさ、倒しきるみたいな概念はあんのかな。ちょっとそのあたりも分かりませんが、倒しきるまでやるみたいな話。まあまあまあ、やればわかるでしょう。ということで、ゲームスタート。まずは、なるほどね。このアイテムボックスみたいな中からロケットが出てくると、これ相手に取らせないのが大事だな。なになになに、めっちゃ狙われてる。めっちゃ狙われてない。うおー、なんだなんだなんだ。誰かが攻撃してくれてありがとうございます。で、落ち着け落ち着け落ち着け。ロケットをしっかり運んでいく。直接投げれるわけじゃないからね。あらー、ちょっと
ょ、カービィさん、ちょめちゃくちゃ暗い、やばい、オーケー、危ない、はい、投げる、で、待って、大砲壊された、あ、なるほど、大砲の位置は壊されると変わったりするのね。はい、で、さらにな、オーケー、結構カービィもダメージ与えたよ、私が。で、ダウンするよ。ダウン、待って、あ、なるほど。で、この頭のとこに攻撃、あ、これアッパー入っちゃうから、下から攻撃した方がいいな。で、これ上のファイターのやつも、ちょっとついでに倒しておく。あー、巻き込まれないようにしないとダメだ、これ。ここ、落ち着け。あ、これ頭のとこしか攻撃判定ねえわ、多分。ここ降りて、いけ、ちょ、カービィも結構さ、ダメージ食らってて、これ回復とかできねえから、怖いんだが、ボムが怖い。ほい、めちゃくちゃダメージ与えてるのは私だよ。これさすがに勝ってるよね。あ、上に書いてあるじゃん、4720。あ、これ余裕でしょ。ゴールデンミサイルって何？ゴールデンミサイル、これ何？やられた。ちょ待って、ゴールデンミサイル取りたい。ゴールデンミサイル、急げ、あいつに取られる。ゴールデンミサイル取りたい。ちょ、それ、あー、取る。うわ、1500、やば。おい、これゴールデンミサイルめっちゃ大事だぞ。ちょ、取られないようにしよう。てか、ダウンが、あ、それ私のだ。落ち着け。ダメだっても、ゴールデンミサイル取られる。あ、いいぞ。はい、持ってって。ちょ、うーわ、最悪。全然ゴールデンミサイル取れない。ゴールデンミサイル欲しいんだけど、まあ、とりあえず勝ってるから、このままちょっと、緑カービィが結構やべえな。緑カービィが、多分ゴールデンミサイルどっちも取ってめちゃくちゃ稼いじゃってるから、これしっかり緑カービィも攻撃する感じでいこう。はいはい、いいよ。はい、6000そろそろいくよ。はい、MK さん6000越しました。今の調子で、待って、もうちょっとでロボボンカース体力ゼロだぞ。落ち着け。はい、これとどめボーナスみたいなのある可能性ない？とどめボーナスがあるんだとしたら最後の最後にダメージ与えるのは MK さんでありたかったんですけど、フィニッシュボーナス入った！やっぱそうだ！最後の最後ダメージ与えた人ボーナス入るわ。ということで、まあ入ろうが入らまいが MK さんが勝利しました。黄色いカービィは何をやっていたんでしょうか、ということで、ああ、勝った。ちょっと面白いね、このロボボンカース。ちょっと今後強いコンピューターたちとまたやりたいところではありますが、ビクトリー、なんとか勝利することができました。この調子。なんとか勝ち進んでいきましょう。もう一ついくか。リーグバトルクリアで、ああ、まだか。もうちょっとでそのライン越えてまた新しい能力ゲットできそうですね。はい、じゃあ次の試合もやらせてください。追加もされているようですが、ナンバー2、開幕スマッシュホッケー、また新しいやつ。使える能力はどれでも OK で、勝利しろと。ホッケーか。そしてチーム戦だからバンワードと協力ですね。じゃあバトル説明見ていきましょう。ディスクを当てる、ディスクをライバルに当てよう。その得点で勝負だ。なるほど、これ別にゴールに入れるとかじゃないんだ。ディスクをライバルに当てるんだ。で、ディスクを弾き飛ばす。攻撃でディスクを弾いてライバルに当てよう。担いで投げつけるのも OK だ。なるほどね。じゃあそっちの方が確実じゃない？そしてディスクをキャッチ、ライバルが当てに来たディスクもタイミングよく R でキャッチできるぞ。なるほど。ってことは、これむやみに攻撃しまくるというよりは、キャッチもちょっと意識しつつやんないといけないんだな。うわ、むずそう。頑張っていきましょう。味方のバンワードにもよりますけどね。ナンバー2、開幕スマッシュホッケー。うわ、テッカテカのエリアでございますね。ノーマルアリーナ頑張っていきましょう。あ、ストーンのやつがいる。名前なんつんだっけ、あいつ。覚えてねえけど、ストーンの敵が今、観客にいました。ゲームスタート。まずはこれ、OK ナイス！これ、弾き飛ばすって、そういうこと？あ、これ何？敵を場外に出せんの？待って、あら、ちょっと待って、今私か？わー、ブロンドバードが助けてくれた。ありがとうございます。おら、ナイスよ。これさ、タイミングよくキャッチってめっちゃむずいんじゃない？もしかしたら。はい。待って、今んとこ私が持ってる。おら、待って、当たる、誰か当たる。あ、ダメだ。はい、で、これキャッチして。タイミングよくがめっちゃむずいと思う。はい、待って、危ない、あ、これ攻撃を、途中で入れるでも、全然あれだ。
青になってる。オッケーオッケーオッケー。うわー、何ターゲットルーレットって何？スマッシュで3点。急に始まったけど、急に MK さんになってるよ。ちょちょちょ、やめてやめて。これ MK さんが当てられると3点取られるってことだよね。ちょ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 、そんなのが許されるわけないだろ。ターゲットカービィのうちはちょっとこれ守りきらない。あら、え、今の3点。今の3点。ちょちょ、また MK さんなんだが。これどういうこと？ちょっとずるい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 。ほら、ナイスナイスナイス。私うますぎ。てか俺絶対担いだ方がいいわ。でこうして、オッケー、ナイス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 よ。ナイスよ。ナイス、危ない危ない。オッケー。攻撃仕返しでなんとかスマッシュ入れていく。で、ナイスバンワード。で、MK さん今タイミングよく持ちました。ほら、素晴らしい。勝った。素晴らしい。もう勝った、もう勝った。あともう私がこれキープする。よし。あ、勝った。オッケー、ナイス。あ、でも面白い。危ない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 。最後持たれてる。ちょっとターゲットが私すぎたんだが、何それ、コンピューターとなんか手組んでんだろう。なあ、審判が手組んでる、コンピューターと。それでは今回の勝者の発表です。よくさ、ターゲットボーナスなしでこんな点差開いて勝てたな今。それがちょっとびっくりでございますが、はい、デデデグランプリビクトリー、なんとかシルバーリーグ2戦目も勝利することができまして、お、新しい能力忍者をゲット。様々な忍術でライバルを惑わせ。忍者か、ちょっと使ってみたい感がありませんか。忍者やってく。よし、じゃあちょっと一戦だけ忍者やらせてくださいということで、ナンバー3、おっと、出陣連戦バトルか。どれでも OK、 2連戦で勝利しろ。連戦だとちょっと気持ち入れないといけないので、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回はこのナンバー3ですね、出陣連戦バトルからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。